はいどうも一般人です。というわけですね、またね用が明けました。この間ね詰まって終わってしまったんで、なんとかね今回は詰まりをね、外して動くようにしてからまた稲刈りを再開したいと思います。頑張るぞ。いやまたね絶対詰まると思ったんだよね。ここですね、ちょっと夜でよく分かんなかった人もいるかもしれないので、ちょっとね細かく見ていきましょう。ここだね、ここが詰まった箇所はね、ここにねぐるぐる回るとこなんだけど、このように稲がね入ってきちゃってますね。こういうふうに、うちの親父がカッターで切ってたんで、結構ね取れてはきてるけど、結構まだいっぱいある。ちょっとね今回は工具をね持ってきました。これでね、これだね、これはい、ニッパー、ラジオペンチとかでもいいかもしれない。こういうのでこのつまりね、こう引っこ抜いて取っていく。あ、こういう感じ取れますね。これこういうので取っていくしかないよね多分。あとはなんかボルトとか外せればもっとねちゃんと取れるみたいだけど、とりあえずはこれでねつまりを引っこ抜いて、少しずつね引っこ抜いていくと、回るとこだから、あれだね、多分詰まった原因は、うちの親父がね、あの隅まで何回もここ植えてたんだね。だから、普通1畳のとこにね、多分4畳分ぐらい入っちゃってる可能性があるね。植えるときに、キワキワで何回もね、植え直しとかやっちゃうと、こういう感じになっちゃいます、多分。気をつけた方がいいね。隙間開けといた方がいいね。ちょっと取れる量が減ったとしても。こういうのでね、タイムロスしてたら、どっちにも合わないんで、今度ね、詰まりをね、このように取っていきます。ああ、これはひどい。なんとか、下の方にいっぱい詰まってるね。この下のやつは、指が取れないね。こういうのじゃないと。やばいね。これだけで時間がね、1日とかなくなるから平気で。めっちゃ詰まっとるやん。前の SR15 はここは詰まんなかったけど、機種によってね、詰まるところが違うのかもしれないね。ダメになる箇所が。ここはネックポイント。ちなみにこっちのがね、グレンタンクとかがないんで、そういうね、歯車のところは、詰まる、そもそも詰まる、あれがないよね。気候が少ないから、単純だから、その面ではいいかもしれない。詰まらないところも、あるけど、詰まるところもあると。そういうわけだね。いろんな気象をやると、いろんな詰まりが見えてくるっていうのは。今のやつはどうなんだろう。もっと違うとこがね、トラブってんのかもしれないけど、とりあえず俺は、あ、この機種はここだ、ウィークポイントがここだったってことね。あ、こういうのがね、日々改良されて次のやつに生かされてると思うんだよね。めっちゃ硬くて、どんだけ詰まってんのこれ。分解とかすれば外れるんだけど、ここで青空ではちょっと分解してらんないもんね、ここでは。なんとかこれで応急措置で行くしかないもん。じゃあちょっとね、こういう感じで、ちょっと詰まりをね、取っていきましょう。撮影しながらではちょっときついんで、カメラはここで固定で、詰まりを取る動画をご覧ください。なんとか詰まり取っちゃう。今大物が取れたね。ここがある程度ね、稲刈りの時は持っといた方がいいんですよ。詰まることは想定して、ある程度のコーンが持っ
って上に向かいましょう。プロの人も結構詰まって飲みかけるんで、結構いい機会でも詰まると思う。詰まる。だからね、リカバリーできるかどうかなんで、リタイアするのか、リカバリーしてまた行くのか。取れた。取れましたね。結構でかいのが取れましたよ、これ。大丈夫か。下側はこっち。飲みすぎたんだよ、これ。ちょうどね、ちょっと、あれだな。調子づかせたのも失敗だった。いよいよってやって、最初のスピードアップの感覚で行っちゃダメ。最初の1周はね、もう慎重に行った方がいい。2周目からは、もう結構大事なんであれなんだけど、最初の1周だけは、結構ね、詰まりやすいんで、最初の1周は要注意です。特に炭がりやっときます。なんか溜まりかすみたいな気がする。しかもなんか雨降ってきそう。やべ。なんか湿気を感じる。本当はやんない方がいいけど。やばいね。ちょっとね、雨降ってきちゃったんで、湿気を感じます。ちょっとね、早めに刈り取っちゃいたいと思います。ここだけね、この田んぼだけなんとか刈っちゃいます。あれ、撮影してる場合じゃない。